はい、どうも皆さんこんにちは。今回は MCU スパイダーマンの4作目の公開時期が分かったかもしれないので、これについて詳しく見ていきたいと思います。今回話していくのはソニーが発表した公式の情報で、結論スパイダーマンの4作目は2024年公開の可能性が高そうです。ソニーは現在このスパイダーマンの映画以外にも敵に焦点を当てたベノムやモービアス、またそれ以外にもクレイブン・ザ・ハンターなどの映画も作っています。当初の予定ではクレイブン・ザ・ハンターは2023年の1月公開予定でしたが、公開は延期され10月の6日となっています。もともと来年10月6日はマダム・ウェブの公開予定でしたが、この日にクレイブン・ザ・ハンターが公開されることになったため、マダム・ウェブは2024年の2月16日となりました。このような2作品の延期によって、まだ名前が分かっていなかった6月公開予定だった映画が7月12日になりました。そしてこの2024年の7月12日に公開されるのがスパイダーマン4作目の可能性が高そうだということです。ソニーが現在この映画に関して明かしていることは、ソニーとマーベルの映画だということです。クレイブン・ザ・ハンターやマダム・ウェブのようにソニーの単体作品なら、わざわざソニーとマーベルと言わないような気もしますが、この名前の分かっていない映画はソニーとマーベルとはっきり言っています。そのためこの名前の分かっていない映画というのがスパイダーマン4作目なのではないかということです。また物語的に言っても、スパイダーマンの4作目が2024年頃に公開されないとおかしくなってしまいます。翌年2025年にはアベンジャーズシークレットウォーズが公開され、当然ここにはスパイダーマンが登場するはずです。そんな中、ノーウェイホームの一番最後、ピーター・パーカーの存在は消えてしまっているため、その状態でアベンジャーズに加えるのは少し無理があるからです。また中にはサンディエゴコミコンであったり D23 のイベントでスパイダーマンが発表されなかったことに不安を覚えている人もいるかもしれません。もともとこれまでの MCU スパイダーマン3部作でもこういったイベントでは全く発表されていませんでした。それというのもスパイダーマンの映画の権利はソニーが持っているため、マーベルスタジオだけが出席しているこういったイベントでは発表ができませんでした。そのためおそらく MCU フェーズ5でスパイダーマンの4作目が加わって、全部で13作品が公開されると思います。そして何よりマーベルスタジオ社長のケビン・ファイギとソニーのエイミー・パスカルはスパイダーマン6作まで作っていくことを明かしています。またスパイダーマンノーウェイホームの一番最後はドクター・ストレンジの魔法によって記憶が消されてしまったため、実質的にスパイダーマンはここでリセットされたことになります。もちろん MJ やネットなどの身の回りの人物はピーター・パーカーのことを思い出すと思いますが、それでも現在トニー・スタークもいませんし、メオバさんも死んでしまい、頼るものがなくなってしまったピーター・パーカーはまた一からの出発となっています。それを示すように新しいスーツはミシンを使って自分で作っていました。そこには当然 AI を搭載した最新技術などは搭載されていないと思いますが、ある意味本当のスパイダーマンとも言えるクラシックスパイダーマンのようになっています。またスパイダーマン4作目の物語としては、前作の最後に残されたベノムだと思いますが、この翌年にシークレットウォーズが公開されるということを考えると、スパイダーマンの4作目でピーターがブラックスーツを手にするかはまだわからないと思います。それというのも原作コミックではスパイダーマンが初めてブラックスーツを手に入れたのはシークレットウォーズの話だったからです。今回はスパイダーマン4作目は2024年に公開されるのではないかということについて見てきました。皆さんは2024年には何が公開されると思いますか？ぜひ下のコメント欄に残していってください。チャンネル登録もお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。